終わりです、今日はですね、本日1月23日埼玉スーパーアリーナで行われました爬虫類とかエキゾチックアニマル関係の即売イベントブラックアウトに参加してまいりました。まあ、今回はね、まあ、そんなに欲しいものもないし、とりあえずまあ近いから行くには行ってね、様子は見ますけれども、そんな買い物はしないだろう。まあ、でも一応お金はちょっと多めに持っていこうかなって20万円下ろして行ったんですよ。そしたらね、不思議、会場出る頃にはね、残金が200円になってまして、いや本当に不思議なことがあったもんですよね。で今回はね、なんでその20万円が消し飛んでしまったのかというお話をしようかなと思います。まあ、原因はこれなんですけどもね、これをね一個一個紹介していこうかなと思います。まあ、まずこちら、はい、毎度おなじみ餌用コオロギ、フタホシコオロギの品種改良の黒コオロギっていうね、非常に大きい、体が大きくなるように品種改良された個体です。結構大きいですね、見るからにね。正直これ毎度買ってるような気がするんだけど、まあ、主に我が家のゴライアスガエルの餌用に買ってます。他の虫食うペットたちには基本的にリュビアかレッドローチっていう餌用のゴキブリを与えてるんですけども、ゴライアスガエルだけにはね、このぴょんぴょん跳ねるコオロギの方が見つけやすくて食べやすいだろうなと思って、毎回黒コオロギを買って与えています。で次にこちらとこちらとこちらですね。はい、こちら保温も紫外線もね、どっちの効果もあるバスキングライト。これもなんかイベント行くたんびに買ってる気がするな。そう、結構大きめのイベントに行くと、ワイルドモンスターさんっていう茨城にある器具がすごく安いお店が出店してることが多くて、他のお店と比べて8割ぐらいのお値段で買えちゃうんですよね。だからイベント行くとね、こういう消耗品の器具とかつい買っちゃうんですよね。まあ、バスキングライトって使用期限が半年ぐらいで、まあ、不慮の事故で割れたり故障したりとかっていうのも考えられなくはないんで、いくつもストック持っててもいいもんなんで、本当にね、いつも買っちゃいますね。でこっちがカルシウムパウダー。カルシウムだけじゃなくて、カルシウムを吸収させるために必要なビタミン D3 っていうのも入ってるカルシウムパウダーです。中耕性の爬虫類であれば紫外線を浴びることによってビタミン D3 を体内で生成できるんですけども、夜行性の爬虫類はね、そういったことができないんで、ビタミン D3 入りのカルシウムパウダーをつけて餌をあげる必要があるんですよね。ただ中耕性の爬虫類でもビタミン D3 入りのカルシウムパウダーを使った方がいいよって、ちょっと前にね、動物病院に行った時に獣医さんに言われまして、そう、バスキングだけじゃビタミン D3 の生成が間に合ってない場合があるらしいんですよね。だから今回ちょっとね、うちのカルシウムパウダー、中耕性のトカゲとかに与えるやつもこの D3 入りのものにしようかなと思って、こちらを購入しました。最後にこちら、これがね、俺の財布の中のユキチさんをほとんど誘拐してしまった犯人なんですけれども、こちらスジメアオナメラというヘビのペアですね。ペアでこのお値段でした。名前の通りね、すごく青い体をしていて、とっても美しいです。スジメアオナメラ、英名ではアッサムグリーントリンケットという名前で、まあ、名前の通りね、基本的には緑色のヘビなんですよね。緑ナメラみたいな感じ でたまに青っぽいやつが出てくるってこと でこの子はですね、こうやってブルーって書いてあるように、まあ繁殖個体なんですけども、青い子をね掛け合わせて、ブリーダーさんがね、青い子を作った青い品種の子なんですよね。もっとちっちゃい頃は灰色っぽい体色をしたらしいんですけども、成長に伴って色が出てきて、もっと成長していったらもっと青みも強くなって、でこの体のね、模様がなくなって、本当にもう美しい青一色みたいな感じのヘビになるそうです。ヘビでこんな色してる子がいるってすごくないですか。これ動画じゃ伝わりづらいかもしれないですけど、現物見たらもっと綺麗です。いや本当美しいな、生きる芸術って感じですよね。この鱗で、まあ、飼育はちょっと神経質なヘビらしくて、ちょっとだけ難易度が高いみたいなんですけれども、まあ、それでもね、この子野生個体じゃなくてブリーダーさんが繁殖させたブリード個体なんで、まあ、比較的飼育は容易かなっていうお話でしたね、店員さんが言うには。餌もね、冷凍のちっちゃいネズミとかもうすでに食べてるらしいんで、ちょっと手探りではありますけど、頑張って飼育していきたいと思います。もしね、この動画を見てる方でスジメアオナメラ飼育したことがある方がいましたら、こういった飼育環境がいいよみたいな感じでアドバイスいただけたらなと思います。でこの子たちオスメスペアでお迎えしましたんで、まだ全然ちっちゃいんでね、だいぶ先の話になるとは思いますけども、いずれね、この子たちを大きくして繁殖とかさせることができたらいいなと思ってます。そう、このスジメアオナメラね、一回ね、だいぶ前にツイッターで見たことがあって、うわ、こんな綺麗なヘビいるんだね、買ってみたいなと思って、で現物を見に行って、ちょっとあまりのお値段にちょっと今はやめとこうと思って保留にした子だったんですけども、結構なんか流通自体が少ないみたいで、
なかなかね、次こんなに青くて綺麗な子を見る機会がなかったんですよね。であの時買っときゃよかったかなってちょっと後悔してた子でもあったんですけども、今回ちょっとイベントでね見かけて思い切って買ってしまいました。いやしかし本当に綺麗な蛇だね。これがさらに青くなっていくっていうんだから楽しみすぎるな。あと最後おまけに、これはねブラックアウトのイベント会場で買ったんじゃないんですけども、埼玉スーパーアリーナの近くに爬虫類クラブの大宮店っていう爬虫類のね老舗のお店がありまして、そこでちょっと寄ってきて買ってきたものです。シルクワーム、いわゆるカイコですね。絹を作ることで有名ですけどもね、爬虫類とか魚の餌用に結構売られてます。我が家のトカゲとかカエルの餌用にいいなと思って買ってきました。という感じで今日もまたねいろいろと買い物をしてしまいました。こちらのね埼玉スーパーアリーナで行われてますブラックアウトっていう爬虫類イベント、明日1月24日も開催されてますんで、興味のある方はね行ってみると。次の動画では今回お迎えしましたこちらのスジメアオナメラの飼育環境をセッティングしようかなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。埼玉スーパーアリーナから爬虫類クラブの大宮が10分ぐらいかな、車で。あとアクアリウム関係だとアクアヒスっていうお店とアクアライズっていうお店が大宮付近にあるんで、魚が好きな人は寄ってくといいんじゃないかな。